はい、こんにちは、レトスの小野です。6月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。このように言ったのは京セラ KDDI の創業者である稲森和夫さんです。今の実力はこれまでの努力の結果です。これから試験までまだ4ヶ月弱あります。この4ヶ月の努力で結果は変わります。なので残り4ヶ月を価値ある時間にしていきましょう。それでは3問に入ります。 A が B に代理権を授与して A 所有の土地を売却する場合、 B が売買契約をする前に A が死亡した場合、 B は当該土地を売却することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。代理権っていうのは本人が死亡、もしくは代理人が死亡すると代理権消滅します。今回の問題で言うと売却前に本人 A が死亡してます。そのため B の代理権は消滅するので、 B は当該土地の売却をすることができません。まあ、この問題は代理権の消滅事由についての問題なんですね。で、代理権の消滅事由は死亡以外に破産手続き開始の決定だったり貢献開始、解約告知があります。で、お持ちのテキストにはおそらく表になってるんじゃないのかなと思います。ただ、この表をですね、すべて覚えるのって正直厳しくないでしょうか。だいぶきついと思うんですよね。内容的にも、量的にも多いからです。覚えようと思っても、その時覚えた気持ちになっても2週間経てば忘れてしまいます。まあ、これが不合格者の典型例なんですね。ではどうすればいいのか。理解をすればいいんですね。理解をすれば忘れにくくなります。で、まあ、今回ね、理解の仕方までお伝えできればと思っているんですが、やはりちょっと、解説長くなっちゃいますので、この点については短期集中実力アップ講座で解説させていただきます。で、問いにですね、宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。丸か×かという問題です。答えは丸ですね。本籍を変更した場合っていうのは、変更の登録申請が必要になってきます。この取引士の本籍は、取引士資格登録簿の搭載事項なんですね。なので変更があったら、遅滞なく変更の登録申請をしなければならないということです。で、資格登録簿の内容については、こちら3つですね。これ覚えておきましょう。住所、氏名と本籍と、勤務先の宅建業者の、まあ、称号だったり名称ですね。まあ、こういったところはちゃんと頭に入れておいてください。で、問い3ですね。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。丸か×かという問題です。答えは誤りですね。用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。ここが誤りです。用途地域が定められていない区域についても地区計画を定めることができるからです。で、ポイントは地区計画を定めることができるのはどこかっていう部分なんですね。で、地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域です。一つ目が用途地域内。もう一つが用途地域外でも一定の要件を満たす区域。この二つなんですね。したがって、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められるっていう部分が誤りだということです。用途地域が定められていない土地の区域であったとしても、地区計画を定めることができる場合もあります。そして、用途地域外でも一定要件を満たす区域のこの一定要件、これについては考える必要はありませんので、用途地域外でも定めることができる区域があるんだということを頭に入れておけば大丈夫です。無駄な勉強をせずに必要な部分だけ頭に入れていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。